ガルクラフトのポータブルタイヤチェンジャー開封です。おお、高級感あるよこれ。おお、綺麗。これが説明書かな。あ、でもなんか結構すぐ使えそうな感じの状態。そうですね、12インチ17インチ利用できませんと。12から17以外は。おお、すごいしっかりしてる。しっかりしてるね。1万円のあれとは全然違う。当たり前か。本当にしっかりしてる。これ値段は秘密なんだっけ。でなんかちょっとなんかあんま公開してないみたいなんで、うん、一応あの新春お年玉価格では買いました。へえ。なんかいろいろ改良されてるらしいんですよね、今までのやつより比べたら。ポータブルで、ね、ビードブレーカーも一緒になってるっていうのがいいよね。なってるね。そうですね、うん、ビードブレーカーも、ちょっとどこから外していいのか分かんないね。おお、なるほど。これは外した方がいいのかな、いっぱい。そういうことか、これも取っちゃうんだったんだよね。こういうことね。おお、なるほど。なるほど、ここか、こういうことか。おお、すごい。収納もしっかりこう安定できるように。そうだよね、そうそうそう。考えられてる。こうか。おお、ギミックだこれ。なるほど。これこれ。こういうことか。おお、なるほど。一旦外すんだね。おお、なるほど。これあれ周り止めだね。これちゃんとこう、そういうことか。傷つき防止にこれもついてるし。いや、コーンはいらないって書いてある。あれ本当ですか。うん。下もいらないのかね。多分その横この3箇所に当てるからいいんじゃないかな。もうちょっとギリギリに寄せた方がいいのかな。あ、来た。あ、来た。かわいい。まあこれ別にビードブレーカーだけ別に使ってもいいっちゃ使ってもいいですよね。でもさ、現場に持ってくって考えたら、あ、そうかそうか、そういうことか。すごいよね。確かに。いいね。これ当然テコの原因なんでギリギリまで出せば、うん、あ、でもそれでここ補強されてるんでしょうね、多分、うんうん、はい、コーンを真ん中に入れてで固定されたと。あれと一緒に買ったスプレービードクリームそんなあるんだ。おお、そういうことか。ここだ。これがこの向きが多分逆向きにすれば。逆向きにするってことか。こう入れるわけですね。で、位置を、うん、ここを使うと。さっきのやつ。カラー？カラー。へえ。
もっとこうこっちに押し付けなくていいの？なんかさ、ここ当たっちゃう、気がするんだけど当たらないの？ちょっと動きが、いやでも問題ない。なんかカラー高くない？ちょっと高い。なんかこの縁、この溝にちょうど入んないと。ああ、そういうことか。確かに。これしかないね。あと大きいのしかないから。そうだね。どうなの？ちょっと低い？まあ、ああ、いいんじゃない？ぴったりな気がするけど。あ、すごい。スムーズだし。うん、確かに。当たらないね。上は止めないんだ。乗りました。おいし。乗りましたよ。あとはもう回すだけ。半時計までこっちでいいよね。回します。おお、これはあれよりは全然やりやすい。これはやりやすい。これはやりやすいぞ。なるほど。それ以上回せない。うん、出てくるタイヤに引っかかっちゃうから。ああ、でもいいね。これはやりやすいな。いや、問題は言える方でしょ。ね、俺の1万円のやつも外すところまでは今使ってんだよね。ね、つけるところがね、問題ですね。僕もそうなんですね。あの、ずれちゃうんですよね。あ、でも一緒だよね、多分ね。うん、普通のチェンジャーと同じでこういうことですよね、結局ね。うん、違うな。半時計回りますんだったら、こっちが入ってないといけないんだよ。ですよね。そういうことだよ。それで半時計回り。そういうことか。左側にハンドルがあった方がいいって書いてあったんだけど。ああ、なるほど。左側にハンドルって、これだと確かに。どうやって左側に外して、これを逆に、そう、逆に逆向きか。最初から、そっか、最初は左にすると逆になりにくいのか。そこがちょっと難しいところね。これ入れるときは左右入れ替えればいいってことかな。じゃあ、そうっすね。まあ、それで回してスッと入る。スッと入る。おおおおいいねいいねこれいいねこれこれはいい、ね、これはいい。使える。この感動どう表現していいんだろうね、これね。俺もだから そっちを沈めないといけないじゃん。あ、チェンジャー逆なん、チェンジャーっていうか逆になっちゃうね。こうね。うん。で、あと回せばスッて入んのかな。入ったらどうしますか。入ったらなんと。これ。いやー、欲しくなっちゃうね。待って、これ。お、
すがに力がいるな。ここからか。いや、位置が悪かっただけで力いらないっす。入った。これは楽だ。すげえいい。これは楽だ。おお。うわあ、これ1万円の積んだと違うっすよ。全然違うねこれ。今悪かったのはここに乗っかってたのを僕修正しなかったからですね。ああ、いやーいい感じ、いい感じだね。2回目のタイヤ交換。スイスイいけるか。そうですね。スイスイいける。はい。そして裏返しと。ディスク。うん、その本気。最初まで合ってたんだ、さっきの一番最初に入れてたやつと。うん、逆じゃない？こっち側を入れんじゃん。あれ？ん？あ、違うか。ん？ここだっけ？あ、そっかそっか。
いや、いいんじゃない？こうか。ここね、さっきのこの、ここを入れちゃえば、うん、早い早いね、はい、ちょっとさえしちゃえば、いやいいね、うん、使える、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、やり方をもう慣れてくればもっとどんどんね早くなるし、ポンポンって、いやこれ楽だわ、やらないところは片付け、ここじゃないよ、こいつはこっちだ、ちょっとそのキャップ、あ、さっきなんか落ちてたのね、こいつだと思ったら、ここ足を畳んで畳みました、これはもともと多分使われてたんだよね、こここれも刺さってたかな、寒くなってきた、おお、これでいいの、なんかこんな感じですね、だいたいこんな感じかな、うん、そんなになんか展開も片付けも、じゃあそうですね、めんどくさくない、おお、こことここをなんかここを縛ってなかったっけ最初、縛ったったっすね、でもなんかもっと近かった、2本で縛ってた気がするんですよ、うん、こういう感じで、うん、この位置が違うのかな、収納完了、なるほど、いやまあまあ正直あのこれから使うこと考えたら全然、うん、ありすごい